コルヘイ・サエンス・デ・ミエラ・コルメーロは、スペイン・カナリア諸島、サンタクルスでテネリフェ出身のサッカー選手。CS ・マリティも所属。ポジションは DF。2012年に CD ・テネリフェのカンテラから、テルセーラ・ディビシオン所属の B チームに昇格。その後2015年に1月4日に、セグンダ・ディビシオン所属のトップチームに昇格し、同日のスポルティングで基本戦で、トップチーム初出場。 以降チームの中心選手に成長し、2016から17シーズンは2部で4位で終了し、昇格プレイオフに進出。1回戦はカディス CF に勝利。決勝戦ファーストレグでは柴崎学のアシストから決勝ゴールを決め、1から0の勝利に導く。しかし、セカンドレグで1から3で敗れ、2009から10シーズン以来のラリーが復帰はならず、 2017から18シーズンは11位に終わった。2019年2月25日、2019から20シーズンからのバレンシア CF への移籍が決定。さらに2018から19シーズン終了後の7月19日には、セルタデビーゴへの2年間のローン移籍が発表された。2021年7月28日、プリメーラリーガの CS。 マリティモニー1シーズンの契約でレンタル移籍することが発表された。2015年から4年間、各ユース世代のスペイン代表に招集された。ありがとうございます。